放送員。放送員は、イギリスのロンドンの放送に関する非営利の弁護士組織である。放送学院や、法学院とも訳される。放送員は、リンカーン放送員、ミドル、テンプル放送員、グレー放送員、インナー、テンプル放送員の4つがある。4つの放送員は、表議員、ベンチャーと呼ばれる、各放送員の個孫メンバーにより運営される。各放送員は、 法学生の登録と法廷弁護士、バリスター資格の付与、法廷弁護士就任後の監督を行い、その資格剥奪には4法送院合同委員会、セジュインとコミッティオブザホーンズオブコートの合議となる。イングランドとエールズの法廷弁護士はいずれかの法送院に所属することが義務付けられている。なお、イギリスでは裁判官もすべて弁護士から選ばれるが、法送院への所属は失わない。 構想院は、古ロ老の発展する歴史とともに、半ば自然発生的に生まれ、近年まで法律に定められた期間でもなかったので、その起源や歴史は、不透明な部分が多い。中世、征服王ウィリアム一世によって、イングランドに、封建制度が確立されると、土地の意味合いが、食料生産の場というよりも、土地から生み出される価値などに移ってきた。それに伴い、 土地取引などが活発になり、高度な法律の運用主体が必要とされた結果、自然発生的に放送の教育機関としての放送員が形成されたという説もある。その後、15世紀頃からムズオブコート、放送員と呼ばれ始め、15世紀後半に放送員は法定弁護士教育に専念し始め、事務弁護士などを受け入れなくなった。16世紀には、 放送員への入学者が全世紀の5倍の200名にもなり、現在に続く教育システムが確立された。ただし、奨学金制度がなかった放送員に入学できるのは、当時のオックスブリッジ同様に貴族、またはジェントリ階級出身者であり、17世紀に至っても放送員入学者の9割はこの2つの階級出身者で占められていた。放送員は、 その高度な教育内容から当時イングランドで唯一の大学であったオックスフォード大学とケンブリッジ大学になぞらえてイングランド第3の大学とも呼ばれていた。オックスブリッジに放送員が似ているのは教育レベルだけでなく敷地内の建物の配置や建築様式などにもその影響を見ることができる。なお、過去には小規模な放送員がたくさん存在したが、 時代が減るにつれ方が専門家、高度化し、それに伴い放送員での教育も専門家、高度化し、施設も大規模化した関係で、合併などを繰り返し現在も存続する上記4、放送員に集約された。4つの中で最古だと考えられているのは1422年の文献に登場するリンカーン放送員であるが、伝統的にどの放送員が最古かは議論しないことに、 なっており、公式に最古の放送員が決まっているわけではない。このように四つの放送員は完全に同格であり、学生や法廷弁護士がどの放送員に所属しても他の放送員所属者に対して経歴上の不利益をこむることはない。四つの放送員で最大の所属人数を誇るのはリンカーン放送員で、所属人数が最も少ないのがグレー放送員である。 法定弁護士候補生にとって、放送員の所属人数はスカラシップへの合格に直結するので、重要な指標となっているようである。4つの放送員が、毎年法定弁護士候補生に与えるスカラシップの総額は400万ポンドにもなる。ただし、放送員は財政的に独自運営されているので、財政規模の大きい放送員はスカラシップが充実している可能性が高い。 法廷弁護士候補生の多くはスカラシップへの合格率と放送員のその時点での財政状態を探りつつ自分に合った放送員に所属するようである。英国では放送員のスカラシップへの関心が高く、スカラシップ獲得者は新聞紙面で紹介される。四つの放送員はいずれも王立裁判所周辺にあり、お互いに至近距離にある。 王立裁判所の南側に、ミドルテンプルとインナーテンプルがあり、ロンドン地下鉄の最寄り駅は、テンプル駅である。王立裁判所の北側には、グレー放送員とリンカーン放送員があり、最寄り駅は、チャンスリー,レーン駅。ミドルテンプルとインナーテンプルはそれ自体が自治体として、運営されており、放送員がある。シティ・オブ・ロンドンの管轄下には入っていない。一方、 グレー放送院とリンカーン放送院はカムデンクにあり自治体としての地位は持っていない。四つの放送院は基本的に放送関係者のためにあるがその敷地は一般に公開されており美しい庭園やチャペルを見学することができるとして英国政府により保護されている。放送院は十五世紀中頃から現在に至るまで伝統的に以下の三種類の会員によって 構成されている。放送員はかつて法廷弁護士候補生の教育を一手に引き受けていたが、現在のイングランドとウェールズにおける法廷弁護士育成の主流は10カ所あるためには、いずれかの放送員で12位を獲得しなければならない。PVC の学生にとって、放送員は実務訓練の他に、奨学金を得たり、正式なディナーを通じて、放送会の人脈作りや、 放送会独特のエチケットを学ぶ場所として大変重要である。なお、イングランドとエールズで法廷弁護士になるには3段階のステップが必要である。最初に大学の法学部や大学部出身者向けコースで法学を学ぶ。次に上記の BVC と放送院で職業訓練を受け、最後に先輩弁護士などのもとで 一定期間見習い法廷弁護士として過ごす。各段階の成績優秀者のみが次のステップに進めるため法廷弁護士になるには非常に激しい競争がある。上記のように法送院は基本的に教育が主体の機関なので実務課である法廷弁護士と法送院の関わりは一般的にあまり深くない。法創院は法廷弁護士への断崖裁判を行い、 彼らの弁護資格を停止する権利を有する。放送員の所属会員の最高位にあるのが、評議員である。評議員になるには、法廷弁護士であることと、一定期間の職歴。例えば、リンカーン放送員では20年間が必要である。もっとも現実には、評議員は、法廷弁護士の中でも特別なステータスを持つ、王室顧問弁護士、または、 高等法院の裁判官から選ばれる。評議員に選ばれた者は、生涯にわたって、放送院に執務室を持つことができる。また放送院は、所属会員以外、特に、英国王室出身者や、海外の著名放送関係者から、名誉評議員を選ぶ場合もある。放送院の運営は、や、理事、や、各委員会の議長などが当たっているが、 これらのポジションはすべて評議員で占められている。各放送員における評議員の数は異なるが、例えばグレー放送員には約200人の評議員が在籍し、彼らが参加する正式な会議はペンショーネと呼ばれている。興味深いことに評議員の参加する会議の名称は放送員ごとに異なり、インナーテンプルではパーラメントと呼ばれている。こうした 放送員における会員資格の違いが顕著に現れるのが、放送員で行われる模擬法廷の中に立って、議論の行方を見ることができるのみである、バーの中にいるので彼らは、インナーバリスターと呼ばれることがある。法廷弁護士は、法廷の柵の外から議論に参加することは許されるが、やはり座ることは許されていない、バーの外にいるので彼らは、アウターバリスターと呼ばれることがある。一方、 表議員は議論に参加することはもちろんのこと着席することも許される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。